モーニングジャム。3、4、おもろい家族パート2。この時間は健康な体と綺麗な水を守るシャボン玉石鹸の提供でお送りします。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には久留米のフルーツショップ飯田屋セレクト晩秋のフルーツセット1万円相当プレゼント。静岡のマスクメロン一玉、それから富有柿 3L サイズ6つ、はい、そして特選の小粒みかん5キロ、美味しいですよね。全部合わせたら1万円贅沢ですね。あの我々が普段ね、あのなんかこう買って食べてるフルーツはそれはそれでね美味しいんですけれども、はい、フルーツってやっぱり値段がとです。そうなんですよね、はい、高いものはうまい比例してますね本当に。当然ですよ、当たり前じゃないですか。美味しいものが高いっていうのは当然のことです、はい、ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。じゃあね、今日はそうだな、またまた本物からメッセージ届いたんで紹介することにしましょう、はい、こちら女性の方美香さんですね中地あっちゃんこんにちは。こんにちは。おもろい家族にメッセージです。ありがとうございます。給油、それから車検でいつも行ってるガソリンスタンド、そのガソリンスタンドいつも右折して入るんです。まあ、つまり反対車線からっていうことです ね、はい、ですね。その日も直進の車の人が譲ってくれたんで助手席に乗っている娘にありがとうの会釈をしてもらって、私はありがとうの気持ちを込めてクラクションをパッパッと軽く鳴らすつもりがピッピーと大きな音が長くなりすぎてしまって危険な時に鳴らすような激しい鳴らし方になってしまって、助手席の娘はマジ無理って恥ずかしがっててガソリンスタンドで給油してた人たちも店員さんもびっくりして私の方をみんな見てる。私も恥ずかしくなってしまって給油することなくスタンド内をそのまま素通りして逆側にある裏道の出入り口から出てしまいました。いやそれはもう やっちゃいけないことだからあのなんていうか、それはガソリンスタンド横切ってるっていうことになっちゃうから、そうですよね、それやっちゃいけないんですよほとぼりが冷めた頃であろうほとぼりが冷めたであろう頃にまた給油に行きました。その日はどのレーンも給油待ちの車が多くて、私が給油する時も後ろには待ってる車がいたんです。年中静電気がひどい私、毎回念入りに静電気除去の部分を両方の手のひらで丁寧に3回撫でて面白いね本当に、あの黒い丸まった部分ですね、そう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 、両方の手のひらで丁寧に3往復撫でます。でもその日は間違ってレギュラーのノズルの赤い部分を丁寧に3往復撫でましたもう恥ずかしくって恥ずかしくって、誰にも顔を見られたくない、早く車に乗り込みたい。しかし物騒な昨今、私は給油中も毎回キーを抜いてロックしてるんです給油が終わって恥ずかしさで早く車に乗りたかったんですが、そんな時に限ってリモコンキーの調子がおかしいリモコンをドアに向けて、そして前方に向けて、後方に向けて、空に向けてやっと引き出しました面白いよね。車に乗り込んで眩しくもないのにサングラスかけてスタンドを後にしました先日は洗面所でコンタクトレンズしようと思って落としてしまったんです。いつものことなんで焦らず目を凝らしてみると歯磨きコップの横に落ちてました。こんなとこまで飛んだと思いながら、綺麗にするためにコンタクトレンズを手のひらに乗せて洗浄液につけてこすり洗いをしてました。でもなんかいつもよりコンタクトレンズ大きいな、伸びてきたのかな、買い時かなと思って指先に乗せてみると、裏表を確認しようとしてるんですが曲線がなく真っ平ら。おー、コンタクトレンズがこんな真っ平らになることあるの？洗浄液と間違って
化粧水とかにつけてしまったのかなと確認するけど、間違いなく洗浄液、うん、不思議に思いながらその場は新しいコンタクトレンズをつけました。こんな不思議なことを家族に共有しようと思って、夕方までこの真っ平らなコンタクトレンズを洗浄液を入れたケースの中に保存、夕方帰ってきた娘に見てもらおうと、見て見てコンタクトレンズ劣化したらこんな真っ平らになるみたい、すごいよね。すると娘が、それニキビパッチケースの洗浄液の中にプカプカ浮かんでいたのは年頃の娘の使い終わった透明のニキビパッチだったんです。私娘に、ゴミはゴミ箱に捨ててね、間違えるけ、それとそれとか歯磨きのコップの横に落ちとったら、うがいするときに失敗したときに間違えて飲み込むかもしれんけね、危ないけね。すると娘は、普通間違えんしいつもこんな母でごめんなさい。すごいですよね、すごいです。本当これ本物です。本当間違いないですって一日見ていたいですね。いやいや、この人はもう本当すごいと思います、ね、うん、ですよね。でもそういうことが日常茶飯事だから、はい、おもろい家族で対象級のものがあったとしても、うん、気づかないんですでしょうね。そう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 、うん、もったいない中島さんが横にいたら30秒に1回は突っ込んでるでしょうねすごいでしょうさあ、それからね、これもいきましょうか、これもいいんだよね。陽平さん、中島あっちゃん、こんにちは。こんにちは。今から5年前夏の日の出来事です。その日私たち夫婦は当時私たち夫婦は共働きで、私が休みの時は、車で妻の職場に送り迎えしておりました、その日も妻から夕方5時には仕事終わりそうという LINE が届いたんで、準備して5時半頃にいつもの待ち合わせ場所に車を止めて車の中で待機してました。6時を過ぎても妻が来なかったんで、車で待ってるよと LINE を送って再び車の中で待つことに。しばらくしたら前方から40代ぐらいの小柄なサラリーマン風の男性が歩いてきたんです。その男性、車に近づいてきて窓を軽くコンコンと叩きました。何このおっさん、ここに駐車するなとか言うのかなと心の中で思いながら、少し機嫌な表情で窓を開けました。すると男性は落ち着いた声で、警察です、ちょっと捜査にご協力いただけますか。右手には警察手帳、うん、ああこれよくテレビのドラマとかで見るやつじゃないだろうか。刑事さんが写真出して、この写真の人物見たことありませんかとか、不審な人物見ませんでしたかと聞かれるやつだよなと内心ドキドキ。すると、すみません、ちょっと歯を見せてくれませんか。え、刑事さんの口から衝撃の一言、この付近で不審者がいるっていう情報がありまして、その人物の特徴が前歯がボロボロだったそうなんです。すみません、歯を見せてもらえますか。先ほどの興奮した気持ちはなくなって、むしろ動揺が激しい私、いかん、変に動揺してしまえば怪しまれる。私は口をイーッと開けて歯を見せましたするとやや甲高い声で、あーちゃんと歯はありますね、失礼しましたと、その場から何事もなかったかのように去っていきました。私は徐々に徐々に冷静さを取り戻すとともに、なんか腹立たしくなってしまった確かに生まれて初めての捜査協力が歯を見せてくださいとは何事だよ。私の第一印象は穏やかで優しそうな人、髪も染めてないし眉毛とか剃ってない、車も普通のコンパクトカーで改造もしていない、こんな善良な市民が不審者に疑われるとか、いや、そのね、その不審者っていう人も、そのなんていうか、この人のこう勝手なイメージって、ージが、ね、そうそうそう、あの刑事の目は不審穴ではなかろうか、なんか腹が立つ。もし、もやもやしているところに妻が車に乗り込んできました。遅かったね、待ってる相手に大変なことあったよってことの顛末を話したら大爆笑。最後に妻が、歯がちゃんとあってよかったね。そうなんです、ちょうど1週間前まで歯の治療で一時的に前歯が欠けていた時期があったんで。あ、そうだったんですかこれが1週間違っていたら
私はどうなっていたんだろう。そう考えたらゾッとします。警察関係者の皆さん、日頃は福岡県民の安全安心な生活を守ってくれてありがとう。すごいですね。ですね。歯を見せてもらえますか。びっくりしますよ、ね、大丈夫ですっていう。以上、おもろい家族パート2でした。